新松戸駅等の皆様方、千葉市民の皆様方、お暑い中お足を止めていただいて本当に恐縮でございます。日本維新の会の代表代行をいたしておりまして、議員団の団長をいたしております平沼武雄でございます。私から皆様方にお訴えしたいことがあります。それは、私は33年間第一国会議員をやっている。そのうち25年間は自由民主党の代議士でありました。で、私は自民党が出した郵政民営化法案にどうしても賛成ができずに、最後の一人まで反対をいたしました。当時は小泉純一郎氏が自由民主党の総裁で、郵政改革に平沼武雄は邪魔者だから、とにかく邪魔者は消そう、こういうことで私の選挙区に公認候補を立ててきたわけであります。私は無所属で2度ほど刺客と戦ったわけでありますが、後援会の皆様方のおかげで圧倒的に勝利することができたわけであります。私はなんで郵政民営化に反対をしたかというと、当時経済産業大臣をやっておりまして、大臣室に英語の文章が入りました。それを見ていると、政府間の話し合いなのに、その会合にアメリカの民間の保険会社の社長が6名も入ってやっている。これはおかしい。当時国民の虎の子の郵便貯金と簡易保険では390兆あった。年次改革要望書にもそのことが書いてあったわけであります。私は国民の虎の子をやすやすとアメリカに取られてはならない、こういう思いで最後まで反対をして追放をされました。今皆さん、おかしな風潮になっています。それは非常に政権政党になった自由民主党の支持率と安倍内閣の支持率が高いわけであります。例えば自由民主党の支持率は全国版で見ますと 43.3%、 安倍内閣の支持率は 66% になっているわけであります。先週と思い出してください。自民党に国民有権者の皆様方は愛想を尽かして1回だけ民主党にやらせればいいじゃないか、こういったことで民主党政権が誕生しました。3年3ヶ月民主党は政権の座にありましたけれども、皆様方よくお気づきのように、この日本をむちゃくちゃにしたんです。沖縄の尖閣諸島の問題でもしかりで、そして結果的にはアメリカを怒らせるようなことに相なりました。普天間基地の問題も同様であります。ですから、この3年3ヶ月の民主党政権というのは本当に失敗だったと思っております。それじゃあ自民党は大きく変わったんでしょうか。私は25年自民党の代議士をしておりまして、その辺はよく分かっているわけであります。何にも変わってない。既得権益を守って癒着体質、そしてほとんどの政治家が迎合政治に明け暮れているわけであります。今自信を持って皆様方にこの千葉から推薦公認をさせていただいている花咲弘樹さんは、
何にも染まってない。そしてこの日本を一番よく考えて行動している政治家なんです。この人にぜひ議席を与えていただいて、参議院の流れを変えていただきたいと思っています。そして私の前に挨拶をされた桜井陽子さん、筑波のご出身ですが、立派に日本の科学技術を高めていこう、こういう方法を持って一生懸命頑張っているわけでありまして、しがらみのないこの日本を良くしていく、こういう信念に燃えた政治家を千葉市民の皆様方にぜひ育てていただきたい。これが平沼武夫の心からなる願いでございます。どうか厳しい戦いをしているわけでありまして、今回の参議院選挙には選挙区と全国区比例合わせて44人の候補者が頑張っているわけであります。参議院で10議席以上取れたら、いわゆる議会にいわゆる法案を提出する権利を持つわけでありまして、いいものはいい、悪いものは悪い、そしてこの国のためにお役に立っていこうという日本維新の会の議員を一人でも増やしていただいて、10人以上の政党にしていただきますことを、平沼武夫、心から皆様方にお願いを申し上げまして、花崎さん、桜井さんの応援の挨拶に返させていただきます。何卒よろしくお願いいたします。ありがとうございました。